こんにちは、吉谷さん。メッセージをね、今回はプラスワンでお送りしようかと思います。まあ、2本を繰り返さなくてもいいですからね。すごくね、面白いものを見たんですよ。それはですね、今、例の感染症でバスツアーってなくなってるじゃないですか。で、バスツアーがなくなると何が起きるかっていうと、バスの倉庫とか車庫にですね、バスがずらーっと並んでるんですよ。じゃあ、このバスをお客さんに見てもらったらどうかっていうふうな、この感染症騒動をですね、逆手に取ったツアーってのが、開催されてものすごく評判だったらしいんですよね。まあまあ、どんなことが行われてるかっていうと、バスがずらーっと並んでる姿って壮観なんで、みんなね、カメラで撮るわけですよ。鉄道を撮る人が好きな、鉄道を撮るのが好きなね、てっちゃんってのもありますけども、バスちゃんってのがあるみたいですね。バスを撮影したりとかね、それから珍しい高級バスとかにこう乗せてもらったりとか、それからですね、あと他にもバス、教習用のバスってあるんですよね。で、バスの運転手になるための練習するバスがあるんですよ。それに乗ってもらったりとか、あとバスに乗ったままで、洗車。バスのね、専用のでっかい洗車機があるんですよ。あれに乗ってガーッと行ったりとか、あとね、バスの備品のオークションとかね、販売とかあったりするんですよ。バスの看板とかバス停のいろんなプレートとか、料金表とかね。ああいったもの欲しがる人いるんですね。私も気持ちがわからないでもないです。それから極めつけが、あれですよ。バスの運転手に乗って、客席を開けるとかね、乗車席を開けるとか閉めるとか、アナウンスをするとかね、本当にバスの運転手さんになったような気持ちになって帰っていただくみたいなツアーもあってね、すごく評判だったみたいです。吉谷さん、だからね、どんな状況からでもチャンスを生み出すことってできるんじゃないかなと思いまして、私ね、ちょっと感動と興奮でね、この動画をちょっとお送りさせていただきました。で、いろんな場面にありますけども、やっぱりね、今置かれている状況の中でどんなカードを切っていくのか、どんな切り札を自分は見つけ出せるのか、これが全てだと思いますけども、いかがでしょうか。それでは本日は以上です。